つい最近の出来事。バイト先に小学生3年とか4年生くらいの男児が一人で買い物に来た。俺のバイト先は新品、中古のゲーム関係品を扱っていて、男児は新品のゲーム機本体を持ってきて、お年玉余っててよかった、などとちょっとわざとらしく言いながらお金を出したらしい。当たり前だけど新品って高いんだわ。男児が持ってきた商品は1万8000円、税罰。そんな高額なものを小学生が一人で買いに来たことを怪しむべきだったんだろうけど、対応した子はそのまま会計しちゃった。で、その数十分後、その男児の母親から電話があり、その内容が、うちの子が家のお金を勝手に持ち出してゲーム機を買ってしまった。返品したいだった。小学生が親の金、しかも2万という大金を盗むってのも衝撃だったけど、親も財布を机に置きっぱとか無防備すぎて衝撃だった。その後の詳細を、とりあえず本体の状態を確認しないと対応できないので商品を持ってきてもらったんだけど、証拠隠滅のために外箱をゴミ箱に突っ込んだらしくボロボロ。説明書とかが入った袋は適当に破いたせいで使用不可になっていた。さすがに返品は無理だったので買取として対応。しかしもうすぐ新作が発表されるため、状態のいいものでも買取価格は8000円程度。さらにそこから使えなくなった箱や説明書の分の金額を引いて、最終的に6000円ちょっとになり、おおよそ1万3000円ほどの差額になりました。ごねることなく、一生懸命に謝罪しながら買取に応じた母親の姿が切なかった。